って感じだった。やっぱり中の人って、外出てる人をちょっと大変なんだ。皆さん集まってください。ただいまより、富岡八幡宮2年の神輿奉迎参拝式を行います。それでは皆様ご一緒の参拝となります。お神輿にご注目ください。二礼二拍手一礼の作法をもってお参りいたします。二礼いたします。二拍手いたします。一礼いたします。七部会各庁の皆様、神輿をお出迎えいただきましてありがとうございます。今年はコロナ禍3年目のお祭りで、やっとお神輿を出すことができました。当初はトラックで回った後、新川から神社まで実際に肩を入れて、担いでみようということで計画をされていたんですけれども、残念ながらこの第7波の感染者数の増大を受けまして、すべてトラックで回ることになりました。しかしながらこうやって、氏子の各町々を おみこしが回ることができ、皆様にお出迎えをいただくことができまして、何よりと思います。どうぞこの二宮みこしを拝んで、眺めて、少しでも心意気を上げていただいて、ぜひ来年の本祭りが成功裏に迎えられますように皆様のご協力をお願いいたしたいと思います。毎日暑い日が続いておりますので、どうぞ皆様ご健康にご留意されまして、ご健勝ご多幸を重ねてお祈りを申し上げ、ご挨拶とさせていただきます。本日はありがとうございました。すでに皆様、本日は早朝からお暑い中大変ご苦労様でございました。ただ宮司さんからもお話ございましたように、きっと皆様方は今回はご自分たちの手で八幡宮までおみこしを飛ぶできると期待していらしたと思いますが、コロナのためそれも叶わなくなってしまいました。二宮のおみこしも平成30年町を回ったのを最後に町に回っておりませんし、連合飛びも中止されております。
しかし今回形は違いますが、こうして皆様の町におみこしが回ることができました。初めの一歩だと思っています。大変小さい一歩なんですが、これから先進んでいくためには重要な一歩ではないかと思います。今後も富岡八幡宮の霊体祭霊祭が盛大にそして安全に執り行われるよう心から祈念するとともに、皆様方のご支援とご協力をお願い申し上げまして、ご挨拶とさせていただきます。本日は大変ご苦労様でございました。大きな歓迎を誠にありがとうございます。この後、時間が